今晩は月に一度のあの日、どうにかしないと。近くに良い場所があればいいけれど。ん？シェルファニール、こんな時間にどこへ行くつもりだ。夜更けに一人で出歩くなんて何考えてるんだ。まったく世話の焼けるやつだ。確かこっちの方に来たと思ったんだが。失礼ね、私を敵と見間違えるなんて。誤解を招くようなことをするからだろう。こんなところで何をしているんだ。悪ふざけにも程があるぞ。仕方ないでしょ、こればかりは私にもどうしようもないんですから。ああ、なんだ？あまり気にしないでね。ところで、あなたこそこのような場所で何をしているの？あなたを追いかけてきたんだ。昼間から様子がおかしかっただろう。それで気になってな。嬉しいですわね、私の身を案じてここまで来てくれるなんて。それも俺の杞憂だったようだな。見たところ普段と変わりないようだし、あまり遅くならないうちに戻ってこいよ。これだから本当本当に女性を見る目がないんだから。今晩は満月でしょ。言われてみればそうだったな。だからどうしたんだ。もうダメ、これ以上抑えられない。おい、突然どうしたんだ。満月になると人としての理性が弱くなり、代わりに獣人の血が騒ぎ出し、行動に抑制が効かなくなるの。それで昼間あんなに落ち着きがなかったのか。あなたやみんなに迷惑をかけたくなかったから、こうして人目のつかない場所を選んで収まるのを待つつもりでいたのに。そこへ俺が来たというわけか。それはすまなかった、邪魔をしたな。謝ることはないわよ。その代わり私の相手をしてもらいましょうかしら。相手をすると言ってもな、何をどうすると言うんだ。どうしてそう堅苦しくばかり考えるのかしら。何も考えず私と一緒に楽しんでくれればいいのよ。いやしかしだな、
ラディウス、あなた成人した男性でしょ。女性にここまで誘われながらそれを無限に断るつもり？丸ふざけも大概にするんだな。悪いが先に戻らせてもらう。そうはいかないわ。こうなれば実力行使、この体のうずきあなたに止めてもらうから。うわっ、もう逃がさないわよ。観念なさい。いたしかたない。すまない。まさかここまで満月がネオコロムに影響を与えるとは。あの動き、それにあの力。あのままやり合っていて、果たして俺の身が持ったかどうか。今度から満月の日は用心しておかなければ。もう、馬鹿正直というか、真面目すぎなのよね。